いや本当にさっき鉄棒のことをですねお話をさしてくださったこと、これ愛ちゃんの鉄棒、父がですね私に、そうですね、私の父は私にいろんなことを教えてくれたけど、父がやってくれたことで一番嬉しかったのが鉄棒でしたね。大学の入学式に ついてきてくれたのも、まあ珍しいっちゃ珍しい、家を開けがちだった父なんで、でこの鉄棒っていうのは、私は鉄棒が苦手で他のスポーツはそうですね、体育はずっとこうなのになんでその鉄棒ができないんだと、まあ骨に問題があったんでしょうけどね、で父が私が生まれた家の庭にですねこれよりもっと大きな鉄棒を置いてくれて、大車輪でくっかっていきなり大車輪ですもんね、できんとかとか言うわけですねできるかって逆上がりがで苦労してんのにできんわと言うと見せてくれました。佐賀工業でラグビーやって、まあでっかい父なんでその鉄棒もうギリギリですよね。でその父の思いをこう子供たちにもと思って、この鉄棒で1年か2年前にこれ塗り直してくれて、長女がですねもうほんと猿顔も負けの鉄棒上手でくる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 回ってた姿を思い出しますね。さてその岸田内閣の支持率も下がってきました。それはそうだと思います。こんだけの緊縮をやってこのコロナ対策、ナイーブとイグノアを繰り返すって、エリックさんが言ってましたけど、ナイーブ、何かことが起ころうともうパニックのようになってしまう。でしかし喉元過ぎれば暑さ忘れるで、あとはもうまたそのままになってしまう。その間医療現場と国民にはさらに負荷がかかる。これを繰り返すんだということを2年前の今頃つぶやいてましたね。イグノワーと、イグノワーって無視するっていうことでしょうね。危機に正対せずにそれを無視する。でそうかと思うと今度は過剰に反応して、線でいい規制までやってしまう。この繰り返しだと、それではパンデミックはひどくなるばっかだということを言ってましたね。これがさっき言った氷のバラですよ。すごい、これ花取ってあげないと。でもどれ取るんだろう。俺は金持ちになりたいですか。確かにね、私は金持ちになりたいと思ったこと一回もないんですよね。お金ってなんか回るだけ回ればいいし、なきゃなくてなんとかなるしって。確かにその整形塾の時に東京で妻の近くに住んでですねキャベツばっかり食べてた時はちょっとこのお金じゃどうしようもないなと思ったことはあったけど、その後ああでもあるな、お金持ちっていうわけじゃないけど3年8ヶ月浪人した時、衆議院議員に負けて冷蔵庫がぶっ壊れて冷蔵庫も買えない、体が曲がって友達の整体のとこ行きたいんだけど3000円が払えない、そういうことありましたね。そうだな、それこそ自分も忘れてるだけですね。そういうのを忘れるタイプですもんね。まあ、忘れてなきゃこんなことをやってないと思いますけどね。今日も鳩山総理が
石井幸喜隊長のことをつぶやいておられましたけど、皆さんにぜひこれお願いしたいのは、石井幸喜隊長が民主党の国会人命の隊長ですね、刺殺されて今年が20年です。ターニャさんや増田さん、今石さんたちとずっとその元となったものを探してるんだけど、よくね民主党はほったらかしたとかいい加減なこと言ってる人がいますが、嘘ですよそれ。一生懸命探しても出てこないんですよ。でこれ皆さんに、ああいつがあんなこと言ってたなって覚えておいてほしいのは、亡くなる1週間前に私彼と話したんですよ。で衆議院の第一議員会館の食堂でした。議員サロンって言ったかな、議員しか入れないところがあって、でそこでたまたま一人で、そうだあの時あのキューマさんと村上誠一郎さんがよく将棋をしてました。そこでで私将棋の幹事長、議連の幹事長もするぐらい将棋が好きなんで、あの将棋を見に行って、でも彼らいなかったんですよね。で幸喜さんがいたんですよ。で大原口君かと、君1週間後を楽しみにしといてくれって、外国でアメリカでって言ったと思いますけど、本を出すと、この本が出れば政権どころか今までの政党も全部吹っ飛ぶと、だから楽しみにしてくれと。で体調危ないですよって、今そんなことを言って僕に共有したらどうですかとおっしゃったんだけど、あの頃そうですね、あの警察の三井さんとおっしゃったと思うけど、内部告発があったり、いろんな告発があって、私も3つのことを追っかけてました。外交機密費の闇、そして国内の特別会計の闇、そしてその金融の闇、この3つでした。で私も危ない、あの脅迫みたいなのが来たりしてた時だったから、それは早く共有してくださいって、いやいやあと1週間だと、あと1週間すればもう本も出るからと。でその1週間後が幸喜さんが亡くなった日なんですよ。でも本は出ないでしょ、外国で出たっていう。で資料も段ボールを全部見たけど、それないんですよ。それどころか幸喜隊長が持っていたあの黒い手帳がないんですよ。あそこには書いてあったはずなんで、だからよほど何か大きな組織ぐるみで潰さなきゃいけないことがあったんじゃないかって思ってるんです。痕跡が丸ごとなくなるなんていうのはありえないから。その人たちは今も生きてるでしょうね。だって視察した人間は何も言わないでしょ、今刑に服してるけど。今言ったことを私この朝の挨拶でも何回か言ってきましたけど、誰も反応しないんですよね。で恐ろしいからか。でも今朝見たら泉房夫さんって明石の市長、幸喜さんの秘書だったんですね。知らなかった。あの時私はあの民主党の総務局長でした。だから葬儀全般を取り仕切るあれを手塚さんらとやったんですよね。手塚さんが次長で、中村てっちゃんも次長で、いいチームでした。国会人面も上田さんや川村さん、川内さんや渡辺修君、私たちが生き残って隊長が亡くなったっていうことをちょっと分からんですね。でもう一個もうちょっと解説に行かなきゃなんでこれでやめますが、
小川製作所さんって一回会ってみたいなと思います。いつも本当きっちりした日本の今の状況と何をやんなきゃいけないかっていうのをデータでもって示してくださってますね。で、付加価値を上げなきゃいけないんですよ。つまり GDP を上げなきゃいけないんですよ。で、いやもう世界は低成長時代だとか言うけど、日本みたいに GDP がいつまでも上がんない国はないですよ。だから労働分配率を上げてるだけではダメなんですよ。分配率を上げなきゃいけないっていうのは当たり前なんだけど、そのものを、付加価値そのものを増やさないと分配も上がってこないんですよ。だからそのことを立憲民主党は政策の中心にすべきで、間違っても分配だけに頼ってはならないと思います。昔ね、社会保障の財源をちゃんとすれば日本は立ち直るって、そんなもんじゃないですよ。しかも社会保障の財源になってないから、消費税は。だから消費税をなくして、私は次の総選挙、消費税をなくす連合を作るべきだと思っています。そうです、このままでは衰退の一途です。そして格差が広がって、しかもその中で自己責任で何とかしろと、食料も PCR はもう今日はこれで終わりですと、あとは何とか勝手にやってくださいと、自宅で待機しておいてくださいと。私たち国会議員まで国会に集まれなくなってきているこの現状をですね、そこを放置して、いや国会に行くことできますよ、だけどリスクを増やすだけですからね。東京の第1波目の時に東京から疎開させるべきだっつったら、むちゃくちゃ反発した人たちがいましたね。大阪の方だったと思うけど、うわっ、バラに捕まった、こいついつもやめてくれ、これは、バラに捕まった。でもですね、一極集中を変えない限り、おはようございます、かわいいですね。ダメなんですよね。今井さんいい人ですよね、本当。やっぱり超一流の人っていうのはみんなにあったかいですね。だって阪急で完全試合したんですからね、すごいよね。この近くはすごい人がいっぱい、隣の中本君もそうだし、鶴田君も。さて今日はこの後解説をして、途中で同級生のお父さんの告別式に行きます。高校の同級生で、造園業のね、佐賀を引っ張ってくださった方でした。まあ、その同級生は高校時代、私の嫁さんに手紙を出したって言うんで、一回私たちが毎日やってるラグビーで、おい今日はきつアタッケになって言ったのを覚えています。私よりそうですね10センチぐらいでっかい男でしたけど、ごめんな、吹っ飛ばして。もう本当に高校時代とか小学校中学校見るといい人だったのかなって思いますね。力にやっぱりこう頼る部分っていうのがあるときはやっぱり人間はダメですね。同級生って言えば、私の親友同士が、国会議員の親友同士が必ずしも仲良くないんですよ。すごく悩んでて、その二人とも力の信奉者なんですよね。だから冗談で言ってんですけど、暴力の親和性の高い人間同士がお互いの匂いを感じて反発しちゃってるから、
お前ら似たもん同士だって言うとすっごく怒りますもんね。一緒にすんなって。大学の同級生、高校の、今日行くのはね高校の同級生です。大学の同級生はそんななんとか暴力的な人はあんまりいないですね。ああ、私に原口くん勉強しなくていいのって言ったあの方ぐらいですね。あの方は本当にすごい、暴力じゃなくてこう力の、まあね、力っていうか、でもこの間会って話してみたら意外と自己評価が低くて、まあ、こんなこと言うとまた後で怒られるな。自己評価もう見上げるような天才なんですけど、あのそういう人に限ってあのやっぱり上の人を 見てるんでしょうね。だから努力するんでしょうね。自分が自分で天才だっていう人は努力せんですもんね。そういう天才に会ったことないですもん。やっぱり天才は努力しますね。じゃあ皆さん良い一日を。今日はこの梅でご機嫌をしたいと思います。では本当そうですね、努力は裏切らないですね。ご機嫌よう。ありがとうございますね。あのさ、サンクスさんとか、それから沢さん、あるいはね AAO さん、ありがとうございます。それからビッグな白猫さん、白猫さんは佐賀までね応援に来ていただいて、それから山口さんね、ありがとうございます。まあ、お一人お一人の名前言うとね、あの時間がありませんけど、では良い一日を。ごきげんよう。150円のバラ絶対買いですよね。ありがとうございます。